海外のワクチンのですね、供与についてでありますが、先般申し上げました台湾への第2弾となりますワクチンの供与につきまして、所要の準備が整いましたので、明後日、7月8日にアストラゼネカ社製ワクチン113万回分を台湾へ空輸いたします。台湾からは10年前の東日本大震災の際にもいち早く義援金をいただくなど心温まるさまざまな支援をいただきました。現在台湾の方々が困難に直面する中、我が国からのワクチンの供与が台湾におけます新型コロナの感染拡大の防止に寄与することを期待をいたしております。心から感謝をしたいと思います。今回の大雨によります被害に対して台湾蔡英文総統をはじめ多くの国地域機関から心温まるお見舞いのメッセージや支援の申し出をいただいたことに対して日本政府として心から感謝を申し上げたいと思っております。台湾との間、東日本大震災のお話も先ほど申し上げましたが、さまざまな形で相互のですね、支援であったりとか援助が進んでおります。まさに日本と台湾の友好の証ではないかなと思っておりまして、今回どういった形で具体的に今後詰めていくことになると思うんですが、まずそういう気持ちを表明していただいた心から感謝申し上げたいと思います。